なんかね、またプーちゃん、ちょっと体調悪そうなんですよね。急にうんちがほとんど出なくなって、あと水もね、結構最近は自力で量飲んでたんですけど、なんか飲まないんだよね。で、ペレットも今まで入れたら結構早い段階で食べちゃってたのが、時間が経っても結構残ってたりとか、シモシーもね、そんなに食べないんですよ。で、ずっとこんな感じ。ケージを開けてヘアンポをするよってやっても全然出てこないんですよね。まあ原因として考えられるのは、膀胱結石が再発したのか、あと前回病院で診察を受けた時、右の歯が一本ちょっと伸びてる、他の歯よりもちょっと伸びてるっていうことだったんですけど、なんか口左側をちょっと気にしてる感じなんですよね。手を左側ファサファサファサってやるんですよ、たまになんですけど。それが原因してるのかななのかちょっとわからないんですけど、明日朝一で病院に行って全部検査してもらおうと思います。ふーちゃん大丈夫かい？うん、まあ、こんな感じで開会はさせてくれるんですけど、絶対に外には出たがらない。いつものプーちゃんだったらありえないですね。おはようございます。今夜中の3時ですね。昨日の夜、お医者さんからもらっていた何かあった時用のための痛み止めを飲ませたんですけど、そのおかげなのかちょっと元気なんですよね。まあ元気というか薬が効いてるだけだと思うんですけど、今こんな状態です。チモシーも昨日は全然食べてくれなかったんですけど、今はちょっとだけ食べてくれるようになりました。いやちょっとね、心配であんま寝れないですね。早く朝になったら病院に連れて行きたいと思います。大丈夫プーちゃん、ね、もうちょっとね。病院から帰ってきました。お医者さんにはプーちゃんなんか左の口の方を気にしているっていうことも伝えた上で検査をしてもらいました。で、それで分かったことなんですけど、レントゲンも撮ったんですけど、右側は前回と一緒でちょっと伸びてる程度で、まあ、問題ないんですけど、左側が前回歯茎から血が出てるのが止まって綺麗になったっていうことだったんですけど、そこから3週間経って左側の歯がガタガタになってたみたいなんですね。で、通常の歯の長さよりも1ミリぐらい長くなっていたみたいで、急遽削ってもらうことになりました。で、削るときは麻酔なしで削ることができて、で、プーちゃんもそんなに暴れることなくスムーズに削ることができたので、削っていた時間自体は10分程度でした。で、お医者さんから帰ってきて、まあ、ずっとこの状態で顔を見たら、今正面向いてないから分かりづらいんですけど、顔全体が少しむくんでたんですね。で、特に左側がむくみがひどいような感じだったので、お医者さんに一応念のため電話して聞いてみました。で、そしたら、まあ、原因としては歯を削ってるので痛くて力んでる状態なんじゃないかっていうお話でした。で、左側が右側よりもちょっと腫れがひどいのは、左の方が痛いからそっちに力が入っているんじゃないかっていうことでした。だから今こうやってトイレでうずくまって、多分痛みに耐えてるんだと思います。で、鎮痛剤のお薬はもらっていたので、まあ、今それを飲ませて様子を見ているところです。帰ってきて少ししてから、まあ、通常あんまり歯を削った後にチモシーとか食べれないので流動食をあげるんですけど、まあ、プーちゃんは割と食欲があって、帰ってきてチモシーも少し食べてくれたんですよね。まあ、ただ少しなので流動食ももちろんあげるんですけど、まあ、若干は食べてくれていて、
あと今見ても分かる通り食粉もしてるんですよね。だから割と早い段階でチモシーも通常通り食べてくれるようになるんじゃないのかなとは思ってます。今お薬を飲んだのでもう少し時間が経ってから様子を見てみたいと思います。ふーちゃん、お薬を飲んでからだいたい1時間ぐらいが経ちました。なんかさっきよりは多少動けるようになったような気はします。まだちょっと目に光がないですけど、さっきよりはマシですかね。ふーちゃん、ふーちゃん、でも割と、おお、元気になってきたね。ちょっと痛み和らいだ？全く動かなかったんですけど動きましたね。ちょっと痛み和らいだかもしれないですね。で、今回プーちゃんは歯を削ってるので、お医者さんからチモシーをちゃんと食べれるようになるまで流動食を食べさせてくださいと言われました。で、今回お医者さんで売っていたこちらを買ってきました。オックスボーから出ているハービーケアっていう流動食ですね。これ歯を削った時にはおすすめみたいです。今回の味はアップル&バナナって書いてありますね。プーちゃんは元気な時だったらこれ普通にスプーンから食べてくれるんですよね。今回どうだろう、ちょっと何とも言えないですね。とりあえず作ってスプーンであげてみたいと思います。はい、作ってきました。1回に 8cc あげます。結構ね、なんか粗めなんですよね。ただ袋を開けた時にすごいリンゴのいい香りがしたので、これもしかしたらプーちゃん好きかもしれない。ちょっと水で薄めたらリンゴの匂いはだいぶ弱くなったんですけど、それでもね、美味しそう。割と粗めの流動食ですね。じゃあ開けてみたいと思います。プーちゃん、ケージを開けたら飛び出してきて、なんか急に元気になりましたね。多分薬が効いてきたのかな。だいぶ生き生きしてます。なのでケージの外で流動食をあげたいと思います。上おいで。おっとっとっと、危ない。すごい勢いが来たね。食べれる？わー、食べないかな。これどうだろう。匂い嗅いだけど食べなかったですね。おもちゃ噛んでるね。意外と物は噛めるんだね。ほらすごいかじってますね。なんかお医者さん曰く、削った後にすぐにこうやってかじれる子もいれば、全然物をかじれない子もいるらしいんですよ。プーちゃんは割と見てるとチモシーとかもかじってたので、かじれる子なのかもしれないですね。まあでも量を食べれてるわけではないので流動食をあげるんですけど、ちょっと今の感じだと好んでは食べてくれなさそうですね。シリンジでもあげてみたんですけど全然食べてくれませんでした。完全に拒否でしたね。いらないっていう感じでした。プーちゃん口に合わなかったみたいで食べてくれなかったので、前に膀胱結石になった時にあげてみたこちらバイタルチャージなんですけど、これをあげてみたいと思います。これも水分量を増やせば流動食になるんですけど、ちょっとね、今回割とプーちゃんチモシーとかもかじってくれてるのでペースト状にしてみました。これをあげてみたいと思います。おもちゃはかじれるんだね。お腹空いてないかな。あ、食べた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 食べますね。ぷぷめっちゃ見てますね。あ、食べた食べた食べましたね。あ、食べるね。プーちゃんこれ食べれるね。前もこれは食べてくれてたので、食べるんだったらこれでもいいですね。ゆっくり食べていいよ。お腹は空いてるんですよね。ぷ。はい。ぷ。
これどかそうか。うん、さっきと全然違いますね。食べてくれますね。今ちょっと元気が出てきたのか、ヘアンポも夢中になってしてくれてるので、あんまりご飯に気が向いてないみたいです。まあでも今、二口でも食べてくれたので、これは食べれますね。なんかね、ヘアンポしてるからかな、心なしかさっきまで顔がむくんでるような、ふっくら膨れてる感じだったんですけど、今は、普通になりましたね。いつものプーの顔に戻りました。なんかシュッとした感じになってるので、やっぱりね、力んで歯を食いしばってたのかもしれないですね。もう少しでも今ご飯食べてくれたので、こんな感じで1日に何回かに分けてあげたいと思います。